こんにちは、あるいはこんばんは、セタインワンドです。今日もいただいたマシュマロに張り切ってシコシコ答えていきながらぶっ壊したいと思います。右左ちゃんと動いてついてきて、毎回違うとついてきて、分かる分かる、待ってましたね。もう逆にね、もうぶっ壊す、もうお前らがさ空気的に出して出しての空気するからぶっ壊してるだけでさ、ううもう今日はもうこれ一個出さないよ、ぶっ壊さない、もうぶっ壊さない我慢できますか。そうだって、もうさっきから内容ぶっ壊しまくってるんだけど、ちゃんとしようよ、ちゃんと。じゃあ どっち読んで、じゃあ戻りいきましょうか。じゃあいただいた質問を読んでください。どうだっけ、もうなんだよ、分かった分かった、ここ今出たぞサブちゃんに今。こういうもうちょっとのとこ出すのが10秒とか出しちゃう。いい？はい。じゃあ質問読んでください。整体師でなかったらどんな職業に就いてましたか？30代女子です。これはちょっと僕の中から疑問が発生するんですけど、はい、これ条件、ね、無条件なのかってことですよ。例えばだけどね。ああ、そう、夢の話。そうそう、例えば。実際だ、我々のように学力が全く足りない人間たちじゃないですか。もう勉強で言ったら底辺の男たちが3人画面に映ってるわけですよ。わかります？もう本当の土底辺ですよ。もう特にもう野蛮な男たち、この2人は特にですよ、野蛮な。この2人のお家が儲かってたか貧しかったか知らないですけど、貧しいがゆえに大学に行けなくてとかって、そう家庭事情による条件を無視していいのかってことですよ。夢の話でいいんですか？才能とかも無視していいんですか？どうなんですか？リアルな話ですか、多分。リアルで。じゃあ、今の我々がリアルでってことですね。そうです。整体師じゃなかったら何をしていたかっていう。ちなみに、じゃあ、中学生ぐらいっていうのは社会見据える上ではまだまだ早いじゃないですか。そうですね。ね。中学生の頃になりたかった職業ってあります？あれ、なんだろう。ハッカーになりたかったんですか？何、あのミントみたいなスースーするやつ、ハッカじゃないです、なんかこうカタ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 ってやる、かっこよくて、はいはい、パソコンで仕事をしたいと集めて。パソコン使えんの？使えますよ。お前パソコンのキーボードで人殴ってるだけだろ。めっちゃ早いですよ、打つの。早いの？エロいのとか。ああそれお前千原兄弟寝たやん。そうハッカーっつっても、うん、ホワイトハッカーっていうのもあるわけ。そうですね。で、その正義のハッカーですよ。はいはいはい、そっちになりたかった。中二病ですか。悪い方か。悪い方か。悪い方か。政府にウイルス流し込んじゃって。流し込んでみたいな。やりたかったですね。まあ、それじゃあ、これ中二病の夢ですね。完全に。中二病の夢です。職まだそんなに考えてないですよ。教えてあげる。それ職業じゃなくて犯罪。犯罪か。ああ、そうだね。そうだ、犯罪、ただの犯罪。犯罪か。ゴー君はなんかある。中学の頃なんか、その時楽しむことしか考えてないな。だからこうなっちゃったんですよ。だからこうなっちゃったんですよ。行き着く果てなんですよ、これは。中学の頃にやりたい、なんか職業とか、そういうのなかったね。俺は。そんな考えてなかったですね。いや、そう。院長は考えてない。いや、俺だから子供の頃からずっと漫画家になりたかった。ああ、そうかそうかそうか。だから高校からっすね。そういうの考え始めた。行ってねえじゃん、高校。行ったっていうの。あ、いや、行って卒業してないじゃん。してる。あたししてる。二十歳で？二十歳。普通にしてる。え？高校生の時何になりたかったの？いや、高校生の時バンド始めたんで。うん。それで。あ、ミュージシャン。そうそう、ミュージシャン。ムズさん？ムズさん。を目指しましたけどね。志村健になりたかったんじゃないの？志村健は、なりたいんじゃなくて、あたしの中に入ってきたやつなんだよね。いや、微妙にうまくねえんだよ。ちょっと今ちょっと恥ずかしさがちょっとありますけど、志村けん大好きでしょ。志村さん大好きです。だからそしたら、まあミュージシャンから田代正史ルートに乗っかってあのバカ殿に出て、要はだってあの人だってシャネルで、ね、まあ、そうラッツァンさん、だからそういうルートを目指したかった。つまりミュージシャンじゃなくて最終的には志村さんの横に行きたかったと。その流れは別に考えなかったです。最後は薬で捕まる。その流れは考えた。じゃなくてな、ただのミュージシャン。そう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 、普通に。高校生の時はどうですか、中二病から覚めて。覚めて、うん、覚めてないけどね、今のことは。でもその時に整体師ってかカイロプラクティックをやりたい、あ、ボキボキ系をやりたいって思って、で、そっか、専門行った。カイロはやったんだろ。行きましたっけ。カイロの専門行ったんだっけ。そうです、そうです。なんで背中鳴らせなかったの最初。だってそこまでたどり着いてないですよ。あ、やめちゃったんだっけ。まあ
カイロの専門学校ってね、日本のはね、国際資格に準じてるものがすごい少ないじゃない。だから、まあ、言っても、言ってもな、はい、その国際資格持ってる人からバカにされちゃうんだよね。それ資格じゃないよみたいな。そうなんだよ。じゃあもうそこからとにかく女性に触りたいってことで。そんな横島じゃなかったよな。なんか直したい。なんか自分はなんでそのなんか整体とかさ、カイロとか受けた経験があってそう思った。そう、バスケの県大会の前に着地失敗して股関節が痛くなっちゃって、うん、走れなくなったんですよ。うん、で紹介で股関が痛くなる、それ性病じゃないの？股関節の方です。ああごめんなさい。着地失敗して性病にはならない。そうかで股関節が痛くなってで一発直してもらって、はいはい、そこから帰りでも走れるようになったんで、はいはい、あこれはすごいぞっていうので目指したんですね。目指して変なところに2回着地してんだよね、ここ来る前。そうっすね。あの利用するんじゃなくて、あの働く側でもいろいろやっぱありますからね。で結局その骨格狙えるところでやっとここについたんだもんな。だってそう、だからもうその帰るのが一回いいかなと思って、普通の整体っていうのでここからやってたんですよね。でやっぱさ思うでしょ、普通のこう体を押したりひねったり、うんだけじゃ足りないって今はよくわかるよ。そんな幅広くできなきゃいけないですし、やっぱ。へえ。あんま面白くない。ボケがないよな、ボケがさ。ちょっと切り込めなかったっすね。だから高校ぐらいの春夜は高校生来てんのよ。ああ、そう。その時に腰痛で来て、3回ぐらい来たら、もういいよ来ないでつ。なってんだろうつって。うん。思いました。じゃあいいよ来ないでつって。来なくていいんだ。あそこに痺れて、お前もそういう人は整体師でこうやれよとか言って冗談で言ってたんだけど、そしたら卒業したら整体師になるんだよ、ウェーッって言ってたらしい。でその頃俊也のお姉ちゃんがあそこはダメだよっつって、違反動は特にダメって言われてたんですね。うん、友達だったから。でそしたら学校の先生も、整体なんてあんな民間資格で何の保証もないから、うん、専門行けって言われて。動画をお楽しみのところ、ちょっと失礼します。ユアンドー TV では現在、マシュマロを募集しております。概要欄のリンクから質問を投げてください。採用された患者さんには来店ポイントを差し上げております。質問には性別、年齢、名義の上お願いします。生体以外の質問も募集しております。それでは引き続き動画をお楽しみください。スポーツ生態みたいなさ、なんかあるやん、その、そこ系の専門行ったわけよ。どの学校もそう、行けば、国家資格にいずれなるっていうか。そういうインチキに引っかかってますよね、だから、何の資格になる。で、そんで、よし、卒業だ！ユハンド行くぜって思ったら、ほんとやめろって、姉に。あ、やめろやめろやめろって。あそこダメ、モンハンしかやってないよ。やってたよ、モンハンを、それ。だから患者さんだって、みんな、流玉が見つかんないから一緒に探してあげたりしてたんだもん、だって。いや、別にフォローなってないですよ。結局動画やってるじゃないですか、それ。だから、手助けやん。あ、手助けした、ね。うん。で、モンハンがなかったら、お前、うちの店壊滅状態だったんだよ。そうなんですか。カプコンに感謝状送ろうかって。だってもうすげえギスギスしてたから、もう今いないスタッフだけど。めっちゃギスギスしてて、だからさ、俺がさ、整体がうまいですって。じゃあ下の二人はさ、こう見ないんだよ。こうやって見て、こう、小競り合いをしてるから。でそこで、我々はチームワークがなくなってしまったところに、モンハンが投入されたわけです。みんなでできますからね。そうすると、やったことあるモンハン。あります。モンハン知ってる？まあ、やったことないです。だから、こう、僕、片手剣が好きなんで。だから、サポート側だったんですよ。はい。だから、こう、麻痺させる。で、その麻痺してる間に、閃光玉作っといて、みたいな。はい。で、こう、はめる、みたいな。で、そうすると、今行け、みたいな。で、こう、武器持ったり、防御したまま道具使えるじゃん。はい。で、このなんか、全員が回復するやつとか。だから、ああいうのをやって、こう、みんなもそれに、こう順次で行動するわけですよ、はい、そうするとチームワークが絶対必要になってくるよ。そうですね。それでチームワークができた。感謝状送った方がいいです、ね、そうでしょ、カプコンね、うん、でも、はたからモンハンこうやって知らないおじさんもいるじゃない。いや、そうですね。そういう人からするとここただの一周会場みたいな不良のたまり場みたいなそうそうそう。聞いた感じだったよ。いやいや、そんなのじゃそんで名前の通ってるとこがの方がいいって、うん、で言うやん、それはね。だから、渋谷なんか大型チェーン店じゃん。はい、そうですね。で、そこで3年ぐらいいたのかな、うん、?3 年半とかこういて、で、そこからうち来たんや。うん。
で一回その姉の首を鳴らして、姉の首って難しい首なのよ。あ、そうなんですか。そう鳴らしたらめまいと吐き気が止まんなくなっちゃって、うん、だからケーツにアジャストって、ね、そんぐらい危ないのそもそもが、うん、そで打ち切り助けてって打ち切って、で俺が治したらもうその場で治っちゃうって、うん、そう三半規管がね麻痺るようなことになっちゃったわけよ、うん、神経系じゃないんだけどそういうことって結構簡単に起こるのね、うん、でそれでその時にその姉ちゃんに言ったわけよ、俊也に言っとけっつって、素人が首触ってんじゃねえぞっつって、うん、でお素人扱いしちゃったわけですよ、うん、でそっから打ち切ってもう10年かかって首いじるようになったんで、トラウマを乗り越えて乗り越えたんですね。そうでも、ね、俺は整体始めたのは俊ちゃんと似たようなきっかけですよね。俺もだからヘルニアでもうニッチもさっきも痛くてここ来て、なんかね浮気相手とね腰振りすぎちゃってヘルニアになったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。引いて早めにせえよお前お前引いて早めにせえってお前もうごまかせ、どこまで言わなきゃいけねえんだってなっちゃうだろお前俺もどこまで言うんだろうこの人なわけねえよって早く言ってくんねえと真実だと思ったぞ今。どこまでどの話をするんだろう。いいところでカット入れてくかもしれないよ俺でもここら辺黒く塗って殴られた後しなそういう方向性に行っちゃったと思って走って行ったのただ見てますよあ、そっか。うわぁ、お疲れお疲れっつって。あ、腰痛を治したんだっけ。そう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 。あ、そっかそっかそっか、うち来て3年ぐらい本当に手術中か迷ってた時だったから、で、うち来いよっつって。そうそうそう、誘ってたの。俺はペペってやってるよっつって、ペッツペッペッペッつってで、ペッパでペッツやったら治ったね。あ、そうなんですか。調子良くなっちゃった。で、アッキーもそうだよね、だから。ああ、そうか。アッキーもそのバーで、それこそモンハンで知り合って、最初年上だと思ってたから。ああ、ほんで、まあ一回来てみたらみたいな、結構ひどかったね、はい、ほんで、ジャリジャリ首だったの。あ、よく言う、はい、一番危ねえやつ。問題ですね。砂利が混ざってるよ、ジャリジャリっていうの、あれパカパカってなって、その後もう頭が激痛ですよ。急に酸素バーッ入ってくるから本当にもう頭痛くて、そっからスキーすんでね。そう、それは僕が施術した結果ですよ。僕なんか本当はね、漫画家が鳥山先生にやっぱ憧れてる、あの小田栄一郎先生、ワンピースと同い年なんだけど、その鳥山先生にの影響は遺伝子レベルで入ってるんで、私がレベルになってくる。あ、そうです。もうドクタースランプから入ってくるじゃん、はいはい、気づいたらもう鳥山明ファンみたいな。それで締め切りとボツに怯えてるわけですね、いつも。あ、ただめちゃめちゃ本当は仕事早かったらしいんだけど。あ、そうです、ね、そんな甘いもんじゃねえんだぞっていうのをね、伝えたかったのかもしれないから、うん、伝わりすぎちゃって、あ、じゃあイラストレーターにしようみたいな。ああ、なるほどそんで、まあ、とにかく絵描く仕事がしたかったって。なぜか整体師をしてます。店の入り口にもね、院長の絵ありますね。ありますよ。よかったら見に来てください。見たら、すぐ帰ってください。なかなか不思議な感じですけど、なんか見れば見るほど味が出る、ね。そうですね。まあ、あれ子供の頃からですけどね、うん。僕はでもね、いつも言ってるのはね、過去っつうのはもう通り過ぎちゃったもんだからさ。まあ、後悔してもしょうがないね。僕はあんま過去どうでもいいやと思って。今しか見てない。あ、結局整体師ですもんね。そう。正解です、ね。そして今、この仕事を、施設に。やめたいと思ってる。これからの目標はね、引退したい。引退を阻む者どもが多すぎる。そうそう、内からも外からもということでね、バレッドなんかはな、もうこのルートだもんね。ずっと柔道やって、柔整やって、ここで美容整体と骨格矯正勉強して、で接骨院出すっていう、うん、そんなにやりたいんだ。行ったことなかったもん俺、こういう仕事のところ。うちのお父さんが腰痛だっつって、地元の駅に腰痛センターって名前の、そうそう、まあ気候整体が入ったで、なんか、ね、座ってくださいとか寝て、とにかく腰痛い腰痛いです、座ってたから、ね、寝てくださいとかなんか言われて、うん、で目つぶってていいですよっつって言って、ほわーってなんかはーみたいな感じで音がするんだって。そう、何してんのかと思ったら、おっさんが横で汗だって踊ってんのやばそう、やば、聞いたんですかこれ。それでこうやって、いやだから聞いたかどうかの前に、だから本人が、先生が確認するんだよ、うん、どうですか、軽くなってきましたかみたいな、痛みが取れてきましたかみたいな、いや何もああそうですかっす、はあってこうやって逆に行ってみたい。めちゃくちゃこう見たいよね。ああってこういう寝てるらしいんですよ。はあ、はあ、どうで
ですかっつって。いや、あの、特何も。そのまま本当に痛く、痛いまま帰らさせた。ちょっと見てみたいですね。見てみたいね。いや、だそんな、僕、気候生態もちょっと知らんけど、自分は気候使ったりするけど、気候生態そのものを受けたことほぼないから、ああ、それを聞いて、そういうのをやりたいと思わなかったね。そうですね。だから、お母さんの肩もみとかずっとしてね、転職転職ずっと親に洗脳されて、うん、あ、そうなんだと思って、まあ、独立もしやすいじゃん。うん、それでこうやって今も苦労しておりますということでね。はい、これからやりたいのは隠居ですよ。会長職で隠居も何もしないゆっくり、はい、頼んだぜ。隠居させてくれ。頑張りましょう。こっちは何も言ってくれない。そうはさせないぞ。もう来ていい。はい、分かってくれたかな。ということでね、ご視聴ありがとうございました。